じゃあちょっと営業活動お願いします。定価で本当に 100万いかないですよ。マジで？これだったんですけど、160万、やば、うちは売っていいか分からんけど、頑張って100万つってください。全然切ります。お疲れ様です。本日は私が社長席で、あ、まあ、いいな、はい、優雅に社長に運転させて、あ、お願いします。よろしくお願いします。面白い YouTuber。 面白いですか？面白いです。めちゃくちゃ面白い。 PCG ボコボコしたい。本当にガチで30秒変わるんです。めっちゃ面白いわ。今日もまた見ちゃった。あ、マジですか？従業員とのやり取りがめちゃくちゃ面白い。あ、そういうことですね。で結構だ、会社のことをちょっと面白かしくみたいな感じで。頑張ってお願いします。どっか見積もりとどうですか？あ、じゃあちょっと営業活動お願いします。177社。高いですよね。普通寸法、ね、寸法書いてそれが何枚みたいな感じで。これ間違え、ここもなんか間違えたらしく訂正かけてもらって、でシーリング 300m。 シーリングなんかそんなないっすよね。いや多分縦、まあ、の縦の質疑ネジが多分入ってんじゃないですか。あ、そういうの。俺より仕事は詳しいんで安心してください。お願いします。今日はちょっとタンスね。お、トタンですね。はい、はい、いや多分新人さんじゃない。そんなに、そんなに多分若い子じゃないですか。新人じゃないですか。あのね、新人の子が初めて可愛らしい男の子。そうですよね。でその後あのベテランの方が一緒に来て、はい、でまあ一緒に見て、定価で本当に100万いかないですよ。やれなかった。相手見て出すんですよ。そうですね。これはいくら引きますとか。まだその交渉で、ここから多分相手がいくら出してきたらどんどん下げて、それが営業。まあ、いつものあの通りに早く返事をって言われたけど、はい、いやいやもうあのまだ他の見積もり取らないといけないし、はい、ここ一本では決めない。そうですよね。でそれで一本決めるか。もうなんで営業マンが、僕らはもう値段とか決まってるんで、うん、でお客さん来たやつしか行かないんで、営業マンの知識量が全然違います。もう本人たちは毎日ピンポンして捕まえるのが仕事なんで、そうですね、仕事のこと全く分かってないんです。だってシーリングこれ300m って。多分そんな感じだと思うんですけど、なんかこれ2枚あって、あ、プランが違うってことですか？いや、プランじゃなくて、なんか2つに分けて、なんか、本当ですね。何もね。本当に。72万。これプラスこれってことですか？合計これプラスこれだったんですけど、でこれだったんですけど、160万。一箇所なんか訂正って言われて、ここが間違ってましたってことで、あ、こんだけ98000円で両方合わせて、うん、この金額って言われたんですけど、まあ、多分その指輪見たんですね。指輪と時計見たんですね。ルイ・ヴィトンの時計と。じゃあそれ見てるな。おもちゃの。いやいや、これはひどいわ。だから私たちこれ見てもさっぱりわかんないんで。いや、恐ろしいな。車1台買えますもん。だって3分の1？ 100万なら僕高いと思いますもん。あの、多少の中の補強もできるわけ。あ、塗装以外の中の。あ、もう全然それもちろんです。あの、もう、あ、もちろんです、もちろんです。あの、外部のですね、家の中じゃなくて。あ、そうです。もちろんそういうのも全然やります。どんどん多分みんな知識がついてきてるもんで、うん、昔は結構飛び込んだら捕まえれたけど、ね、今はそういうのがないから逆に利益を上げるもん。だからこれだったらもう利益半分じゃないですか。で僕らって工事だもんね。業者に安くなるわけじゃないですか、うん、で向こうも職人抱えてるわけじゃないですか、うん、いや絶対に原価なんか100万いかんもんな。いかないですね。100%いかないもん。絶対いかない。まあうちはもう自信あるので、本当何社も取ってください。でその、まあ、金額だけで決めずに内容もしっかり聞いてだと思うんですけど、俺があんまり喋ったらお前のすぐ喋っちゃう。8割ぐらい自分で9.5割。もう井村さんちょっと喋らず取っとくぞとか言ってたけど9.5割らしい井村さんから。屋根の漆喰も上手になる感じですか？外れたんだよね一回。どんどん一回倒れた。何年か前にやられたりしてますか？うん、あの下水屋さんに直してない。雨漏れとかってしたことありますか？ないです。あ、ないです。ただその見えない部分では あるかもしれないけれど、はい、とりあえず部屋は見えないもん、ね、天井にくらいもう染みが残る。うん、なんか多分ない。建物で気になるところありますか？全部、業者で全部なんですけど、はい、お家の中でちょっと染みが出てきてるとか、
もう家もキッチン、なんか本当壁全部やらないとダメだな。ただいっぺんにはお金がいっぺんにはちょっと費用的にできないもんだから。ぶっちゃけ予算どれぐらいにいくの？私は大体200から300。ゲーム、あ、塗装ですか？あ、塗装じゃなくて、中も直したいんで、それだけのお金でどのぐらいできるか。いやもう、うちは行っていいかわからないけど、頑張って100は切ってください。全然切ります。本当に、すべてがとにかくボロボロなんで、もうあの壁も全部直したいし、キッチンもお風呂場も本当にボロボロなんで、はい、まあ、足場を組むんで、はい、その雨漏れをしてるかしてないかっていうちょっとあの怪しいところは、はい、しっかりちょっと見させてもらった方がいいかなっていうところがあって、漆喰なしだったら本当定価で低い買うくらい、絶対行かないです。定価で行かんだろ、行かない、ぶっちゃけ行かないですマジで、はい、で定価ですよ本当に。別に何もあの逆に儲けさせていただいてありがとうございますっていう値段で100万全然切っております。普通にやっても本当に定価でも100は絶対行かないです。お願いします。ありがとうございました。突然現れてすいません。はい、9.5 割喋ってるって井村さん言ってましたからね。最初ね、井村さん社長がめっちゃ仲良く喋るから俺やりづれって言ってたもん。最初に、ほんと一番最初に初めて、そう思ったのすごい影響力だろ。そうですね、もう社長辞めて営業やった方がいいね。社長も一緒に営業めちゃくちゃ自信あった。あの、だって誰にでもあの口調だもん。その人に合わせるわけじゃないけどってことでしょ。合わせれることで自分出すことしかできない。それはちょっと時にちょっとあれなんじゃないですか。でもなんか俺はさ、結構さ、まあこれ動画でちょっといいこと言うわけじゃん。あんなやったろ精神あるんで、うん、俺もはっきり言えじゃん、うん、俺なんか営業の人って言わん人って言えダメなのか。たまに途端もこうですよ。ああ、アドバイスじゃなくて、そうそう、仕組みもやっぱみんなって高いかなと思ったらやらんかなとか言うじゃん、うん、俺仕組みもいや多分ぶっちゃけ15万ぐらいですよって。でそれってみんな自信ないって言わんねん。でも俺あれが25万でもいいと思う、素直だったら。で結局見積もりしてこんだけメーターがあったもんで、すいません25になっちゃったで、どうします、やめますとか。あ、まあ最終的にそこで決め、そうそうそう、値段出してから聞いてもらう、聞いてくれる。そうで俺はそれを値段をだって言って怖いもんで言えんとかない。あ、ちょっと車じゃあお前の車売ってよって言って、どう、ああじゃあいくらかわからんで、ね、どうのこうのってモヤモヤっとしちゃう。まあ不安になるとね、はっきりは言えんよね。言えんでしょう、うん、で俺だって100万は絶対切るかなとか、それだけの向こうの情報としてでも値段ってそうじゃない。服とか買いに行って、うん、寿司とか食いに行って値段張ってないよりさ、うん、どんだけ食っても3万いかないですよとか2万もいかないですよ、まあ、金額が分かってる方が手は出しだし よくない、うん、でそれで3万1000円超えても想像がつくじゃん、うん、だけどこれが10万いくのか3万いくのか分からんだったら怖くない。高級料理とか不安に、不安になるよね。たまにあるじゃん、確信がないものって、ね、そうそう、なってることがあるじゃん。確かに金持ちじゃないと買えんわって感じだもんね。そう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 いうの。俺もでも井村さんもすごいな。井村さんもすごい。何お前俺をもっと褒めろ。いや井村さんすごいな。俺はその凄さを全部社長に消されてっとるね、もう今日は。そうもうちょっと見たかったよな。で提出はこのお前行けんじゃない、井村さんと二人で。そうじゃあ井村さんに言っとかないといけない。あ、じゃあ視聴者の皆さん、これね続きで、はい、15年生、俺と18年生で職人からもう叩き上げてぼちぼちにやったね。しかも俺29だろ、その当時、うん、今みたいに優しくないもん、ね、うん、俺も一緒に現場でやったからすぐ手で取ったね。あの動画にできるようなレベルじゃないし、ぼちぼちにやってたね。まあ、じゃあ次回また見ていただきたい。いや、ほんとあいつでもめちゃくちゃしっかりしようから、俺と全然違うけど。知識量すごそう。知識量半端ないじゃないですか。うん。いつか本当にすごい。何でも仕事のこと聞いたら全部知ってほしい。ちょっとついてきがいがありそうです。そうそう。勉強になると思う。視聴者の人もね、やっぱ塗装の職人とかやってて、いつか自分で個人事業主やりたい。同じだからさ、あの人は営業だからできるんじゃない、うん、一緒じゃなくて、あいつも21か2で営業やれって言った時に、いや営業なんかマジで無理ですって。で結構30過ぎまでもう営業マジやりたくないですって言ってたよ。すごい、そんな人が今こんなにできてたらもういいよね。そうそう、 今でも嫌だって言うんじゃない、聞いて、動画撮る時に聞いて、聞いてみよう、うん、営業嫌だって。30まで嫌だって言ってたんですよねって言ってみる。じゃあ次回お楽しみにです、ね、次回お楽しみ。井村さんの方で ちょっと別件ですけど、あの、はい、実習生、まあ、ちょうど隣がね実習生の寮になっておるんですけど、はい、実習生で特定技能の募集と、はい、
ぜひ使ってみたいでね、相談だけでもっていうのを全部聞きますんで、はい、ぜひ声かけてください。はい、それとあとは飲み会イベント。飲み会、そう、それもちょっとご説明して。飲み会イベントは、まあ、飲み会っていうよりもイベントごとですね、ゴルフコンペもそうだし、そうイベント足場飛び職人だけが集まったり、女性だけが集まったり、社長の大好きなね、その案内が行くための登録だよな。その案内を促したいがためにメールアドレスと名前を教えてください、年とかをね。で、メールが行って、参加不参加っていう、その今回は参加しません、参加しますっていうのができるようになってますみたいな。はい、それからまあ本当に、まあ、インスタとかでもいいんじゃない？このインスタはお前のインスタでもいいけど、まあ、案内は出すもんで、はい、聞きたいとか何がしたいんですよ、そうですね、みたいな。で、誰かのまあ、俺かミオのインスタが一番精神に携わってる人間のインスタで、そうですね、ちょうどシクレルとかそっちの案内をこう流すんで、はい、ぜひフォローしてください。フォローしてあと足場次第。え？足場次第。ああ、足場次第ね。はい、足場次第もどんどん持ってきてください。はい、効果回転に実施中ですので、はい、お願いいたします。はい、ぜひお願いします。はい、じゃあ振り返ってまた見てね。また出たなすごい苦節すごい苦節